こんにちは。メルカリ転売頑張ってますか？私ね、カメラの転売をしていてどうしても気になって、メルカリでの取引をやめてしまったことがあるんですよね。で、それ以来その弾みで、転売そのものから手を引いたんですけども、これについてね、お話しする前に今回のミスターマイエムさんからのレターね、やっぱりメルカリの事務局ってよくやってくれますよね。不正も見逃さない代わりにきちんと取引されている方はちゃんと保護してくださるっていうね、本当にありがたいですね。私も取引をたくさんしてたんですけども、今はね、子供服をちょっと買ってるぐらいですね、大和くんのためのね、そんな感じで良かったですね、マイアミさんということでございます。これからもね、誠実に取引してくださるメルカリさんを本当大切にね、このメルカリっていう場所をフリマアプリですから、こういうところを荒らさないように私もしたいなと思います。で、それにちょっと関連するんですけど、私がね、なんでね、カメラの転売をやめてしまったのか、特にメルカリでやるのをやめてしまったかというと、実はね、メルカリではその転売目的の利用っていうのを禁止されてるんではないかなと思うんですよ。ちょっとね、この利用規約を読んでいただきたいんですけども、10条の2っていうところにね、ユーザーは購入する意思のない注文、転売等の営利を目的とした商品の購入、また弊社の判断で何やらかんやらって書いてるんですけども、転売等の営利を目的とした商品の購入とかってね、ダメなのかなと、となるとね、メルカリで仕入れることができないし、メルカリで出品することもできない。要するに転売で儲けるためにメルカリを利用するわけですから、ちょっとカメラやめとこうかなと思ったんですよ。で、そっからもう単純な話ですけども、やめて、アフィリエイトで儲かってるからいいやみたいな感じですよね。で、今に至るんで、転売ってね、このなんですかね、利用規約がすごく難しくって、特に今回もそうですけども、そのマスクの転売で儲けちゃダメみたいなのがありますけども、これも非常に難しいんですよね。マスクって買った時に必ず原価ってあるじゃないですか。じゃあ原価がいくらかわからないのに、それに、例えばね、赤字で売れってことなのかなっていうことなんですよ。私もね、マスクのその無料プレゼントをずっとやりましたけども、あれはね、いわゆる当て付けなわけなんですよ。転売は転売でも損する転売だったらどうだって感じですよね。要するに、あまりにも高い利益を乗せて転売をすると、それを使わしているプラットフォームメルカリがイメージ悪くなるんで、転売屋さんのね、本当に儲け場所になっちゃってイメージ悪いんで、苦肉の策でダメよってことになってると思いますけども、そういったね、やっぱ運営者プラットフォームの、意図を組んで利用する、要するに自主規制ですよね。儲かるから何でもやれみたいになってあれこれやりすぎると、結局利用規約で全員一網打尽にするしかなくなっちゃうんで、使わせていただいてるっていう気持ちでね、やっぱりこう転売にもマインドセットがあるんではないかなっていうお話でございました。前回ね、自己アフィリエイトのマインドセットっていうことをね、ちょっとお話したと思いますけども、メルカリにも、利用のマインドセットってあっていいのかなっていうふうに思いましたけども、皆さんいかがでしょうか。それでは本日は以上です。